名路は日本の作家、野上弥生子の長編小説。昭和10年代の日本と中国を舞台に左翼運動に身を投じ引き出された青年の様々な葛藤を描いた作品。社会の上層階級の人々の動きも随所に書き込まれ、戦争そして敗戦へ向かう時代を重層的に描いている。1936年から雑誌、 中央公論に書き始められたが戦争で中断。戦後1948年10月第一部間、執筆が再開され、雑誌、世界1949年1月から1956年10月に、連載、1956年に完結した。並行して6部にわたる単行本が、岩波書店から出版された。著者の代表作の一つで、1958年に、 第9回読売文学賞受賞。時は1935年、帝大を退学した26歳の菅の肖像は、東京で、故郷、吉木の旧藩主、後押し尺家の古文書整理や同家子息の家庭教師をして暮らしていた。帝大同期生との交流、同郷のブルジョアタルミアマス家との交際の様子が描かれ、2.26、事件前後の東京。 また、両家別荘のある軽井沢での生活を通して、戦争に向かう時代の空気が主催に語られる。ある出来事により後受けを実した肖像は、郷里の図書館の職を得る。九州大分の風景の中で、同じ町の若者、伊藤慎吾との触れ合いがあった。そして1943年のある日、肖像に赤髪が来る。中国中部へ赴いた肖像は、 軍隊生活の中で思わぬ人物と再会し、延安の反戦組織の活動を知る。1944年11月、肖像は延べ安目指し、脱走を図る。岩波文庫の込み出し、一覧、の神弥生子は、大分県薄木の醸造家、小手川酒造の出身であり、その風景と佇まいは、主人公、菅野肖像の距離、大分県の城下町吉木と、実家である。 上造家かの家の描写に取り入れられている。主人公が奉職する吉木の図書館は、実業家の麻酔霊蔵が寄贈したという設定だが、薄木には、地元出身の実業家商店平五郎が三菱を退職する際に死費を投じて1918年に寄贈した図書館がある。同館は現在、薄木市立図書館付属の商店平五郎記念子供図書館となっている。 野上弥生子は、東京の自宅のほかに、軽井沢に別荘を持ち、晩年まで、毎年かきは、軽井沢の大学村で過ごした。1938年には、軽井沢警察署から、ロシア文学者、湯浅義子の件で出頭を命じられた。また同年に、夫が通した際に同行し、第二次大戦開戦前後の欧米の状況を、つぶさに見た弥生子は帰国後、 軽井沢の山荘を疎開用に越冬工事している。これらの経験は、作中人物の会話や、情景描写に生かされている。著者、後書きによると、農具類である、江島隆通りのモデルを、退労、井伊直介の孫にあたる井伊直忠伯爵とした以外は、登場人物のモデルはいない。また、井伊伯爵についても、精細をめとらなかったこと、生涯を脳に託したこと、 梅若万三郎のパトロンであったことの他はフィクションであるとしている。また、反戦者、総通付記には、強いてモデル探しをすれば、ボワリー夫人は私だとフローベルが言った意味において、人物のすべては作者自身と考えていただきたい。と記している。著者の夫である、野上と一郎は、農学研究者であり、本書執筆途中に他界した。著者は、本書完結後、 文庫版冒頭に、亡き夫と与一郎に捧ぐと記している。著者自身は、迷路完成前に中国を訪れたことはなく、中国の戦場場面については、画界田全国の出生式と、情景画を参考にしたことが、著者、後書きに記されている。ありがとうございます。